自分人の心とかないんかー、に対するみんなの反応。馬娘の心しかないの。うちにだけあんなポーズさせて自分はやらずにスッキリな固有とかおかしいとは思わんのか、風神。勝手にやってろなの。右下に PR とか書いてあるタイプの固有はダメやろ。揺れるデカパイ見せつける固有よりも大切なものがあったんちゃうかー。本音漏れてるの。フラッシュさんでも誘ってあげたらいいの。固有は撮影してるって設定な以上スポンサー要素が入るのは当然なの。固有カットインは CM ってこと？知らんかったそんなん。固有カットインが撮影だと聞いてニヤニヤしてしまう。雷神とか知らねえの。逃げシスのスポーケお姉さん枠なの。お姉ちゃん、お願い聞いてや。撮影されとるんはブルボンとフラワーだけかもしれへんやろ。あいつらはうちらと違ってクラシック戦線の有力候補やで。私はダービー馬なの。一緒にしないでほしいの。うちにもスポドリの起用案件分けてや。フラワーちゃんのイメージ映像撮ったカメラマンは一度通報されるべきだと思うの。突然カメラ目線になっちゃダメなの。他に風属性なのはゼファーくらいしかおれへんけど、あいつ絶対そんなキャラちゃうやん。アイネス、やるんや。その無駄にでかいだ肉でトレーナー誘惑するんか。CM だとするとフラッシュのあのクソダサ固有も味のあるものに見えてくるな。ちょ待って、うちのはあれ何を宣伝しとるんや？おぐりとかもよくわからんし宣伝はしとらんやろ。私はドラゴンボールとコラボしてるんだが？クリスマスはチキンのファストフード店から来たぞ。ゼファーはバイクの案件とかやるんちゃうか？正月オペラ OCM の再生回数エグそう。すごいめでたい感じがするからな。確かに正月は何を意図してるのかよくわからないかい CM がよく流れるが。オペラ王とうららの CM は評判やったなぁ。ドンってぶつかって鼻血垂らしてるのは。あれ CM なんか？生徒なんて運千人おるんやしとるのは有力なやつだけとちゃう。うちは信じとるで、衣装替えで風神になってくれるって。フラワーは CM っていうよりジュニアアイドルのプロモーションビデオみたい。勝利ポーズでしてるなの。全然ちゃうやろ。オペラ王は正月 CM によくある新年祝うだけで、個別の商品の宣伝はしないタイプって考えるとすげえスッキリする。デジタンは何の宣伝なんだ？馬娘自体。カフェは何なの？玉は雷神ポーズも大概だけどまあまだ良いんだ。時止めてから目線だけこっち向けて、のあたりが頭おかしくなるくらいダサいんだ。デジタンはサポカが増えるたびに撮影し直してるんだ。星さん実装組はちゃんと撮影してるけど、それ以外の子は小殺か。じゃあ爆心は何なんやあれ？怒らないで聞いてほしいの。名前に入ってもないのに雷神のポーズしてるのがおかしいの。車の宣伝に起用されるマルゼンが恐ろしい稼ぎ上げてることになるで。高級マンション一人暮らしできてるのってそういうことなの。白マックとかも何の CM かわからんな。怒涛の CM ほっこりするから好き。岸山姉さんとかブライアンは栄養ドリンクの CM。鈴鹿さんはあれ撮影だとすると撮影ってこと忘れて走り去っていくシーンでは？夢に向かって走れとか適当なフレーズつけて学習塾の CM に使われるの。スペちゃんはどういう CM なんだろうあれ。変身ヒロインのグッズとかでは、魔法少女シューティングスターとかの。いいですよね。降り注ぐ星を見つめる夢見る少女が変身して大人のお姉さんに変身する魔法少女の CM。金剛八重垣流道場の宣伝に一役買う無敵は家族思いやな。岸山さんはアスレチックランドか主要場の CM だったか。せいちゃんは釣り具メーカーだろうな。オペラ王のあれは自作オペラ公演の CM や、金のかけ方が常人のそれやないで。カレンちゃんはあれ右下に馬スタのリンク置いてる自分の CM だよね。この巨大化はウルトラマンの CM かな。グリーンジェイアントの CM って言われてダメだった。
士あけぼのさん。どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？北ちゃんもイメージ広告なんだろうな。おぐりはなんや？ドラゴンボールか？集英社とズブズブなんか？会長はなんだろうあれ。雷にしても飛び回って矢にしてもわからん。そりゃトレセン学園の CM だろ。綾部さんは何なんだろう。プラネタリウムにしては勇ましすぎる。オペラ王は両方ともとにかく派手すぎる。チア姉ちゃんのテレ顔は、はいOKですって出た後か。そういやシティなんて普通にモデルの宣伝やん。意味のわかんない固有演出全部トレセン学園の CM なんじゃないか？あなたの笑顔が見たくて、馬娘を支えるトレーナー陣、最新鋭の施設、もちろん学用もしっかり、日本馬娘トレーニングセンター学園。ノーマル帝王は多分ティーン向け、スポーツシューズの CM だなあれ。星1にはスポンサーなしなの。だから短いの。グラスはなんだろう。トレセン側の PV で文武両道アピールするために使われたシーンとか？じゃあドーベルのあのとどめを刺してから背を向いて去っていくポーズみたいなのも CM？ あれは仮面ライダーなの。自分で頭でかいネタと馬4ネタフルサンタ早日では頭おかしくなりそう。里野のあれは最後にデーンと出てくるセガの字幕を消しただけやで。早日での学習塾の CM なのかな。君の戦略が頭を強くするとかの。怒涛の合格トレセン学園。ウェディングは本当に宣伝効果ありそうだからな。殿下は来れアイルランドにって感じか。一応風神エフェクトついてるの。カフェは明確に違うというか新章風景出てない？私に見えてるものを再現していただきました。水着丸善の CM はお茶の間に流す CM にしては下品すぎない？鴨川シーワールドみたいなところとか。マックちゃんは紅茶の CM でよかったな。お茶と一緒に出されたお菓子をつい食べすぎちゃうんだ。ライアンちゃんは短い時間で力強さと爽やかさをしっかり表現できててすごいの。さすがライアンちゃん、なの。ライアンはゴールドジムの CM なの。ファルコは CM やるとえらいことになるからライブの画像使い回しとるんか？待機シャトルは CM にしても物騒じゃない？ライフル協会でしょ。宝くじとか？フラワーの撮影は関係者全員逮捕するべきでは？マミークリークの CM 怖くない？人形してんだよね。ライスのはどう見てもブライダル系。冗談のは確かに CM だ。毎週土曜日に誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。